クリスタルのサポートチーム、ワインのことならピーロードジャパン、日本映画の先頭を行く松竹映画宣伝部、株式会社リンクは麹町にあるオフィス、不動産関係のことならお任せ。クリスタルプロデュースの企画 C3、 手作りから潜在意識の開花まで、ここにしかないクラスやイベント開催中。ペットのお仕事で活躍したい人のためのビジネスコミュニケーション講座も人気です。子犬の保育園、ドッグイベント開催のドッグライフスペシャリスト育成スクールを運営するゴーゴーワンズ。クリスタルでは番組で情報を届けてくれるコンシェルジュさんを大募集。あなたもコンシェルジュとして番組でご一緒しませんか？クリスタル、キラキラな夜はまだまだ続きます。詳細お問い合わせはキリンホームページ、またはフェイスブックのクリスタルレインボークラブページをご覧ください。ではハートフル入ります。はー、始まりました。さあ、はい、ではやることを終えたからほっとしてるんじゃございませんか？はい、ほっとしてます。はい、はい、ではお天気いきましょうか。はい、はい、お天気お姉さんでございます、ニャナオエリカでございます。はい、はい、明日の火曜日の東京都の天気ですが、最高29度、最低19度、晴れ時々曇りです。まあ、今週は金曜日と土曜日に東京で雨が降るかもしれません。金曜日降るの？残念。でもなんか若干ずれてきてるんで、本当は土曜日と日曜日っていう話だったんですけど、徐々に前に来てるので、もしかしたらずれるか曇りになってくれたらいいですね。そうだね。ということで、私来月舞台に立つことになりましたので、宣伝させてください。はい、どうぞ。はい、神田時組、湯浅刑事の頭ん中という岩佐刑事さんが、演出をされる舞台です。こちらは10月の11日土曜日から10月の19日の日曜日まで、アートスポットラドというところ、千代田区神田神保町 1-3 というところでやります。でこちらがですね、大体1日1回公演なので、あのホームページとか調べていただくと出てくるかと思います。そして私もあのブログでも載せていこうと思いますので、ニャンの何役？私 AD 役です。え？ AD です。アシスタントディレクター。そうです。アシスタントディレクター。ぽいね、ぽい。ぽいぽい。しかもなんかあの猫好きの天然の、天然というかなんかちょっとおバカちゃんみたいな感じの。ああいうのとあんまり変わらないです。なんていうんですか、当てがけしてくださったので、本当はそんなにあのいっぱい出るわけじゃなかったんですけど、あのせっかくだからって書いてくださったんですね。それで私も出演することになったので、いっぱい出るんだ。じゃあ そうですね、はい、一見さ、にゃなーとか言っていいの？あ、言っていいですよ。日本一とか全然私頑張ります。みんなは何なの？みんなで鉢巻きとかもありますやだおーどうもーって。それつけて出ればいいの？あ、これですか？あ、つけて出ましょうか ね。いいのか、そんなの。あ、聞いてみます。はい、これつけて出ていいですかって。ダメって言われちゃうかな。そしたら私が出ていこうか。よろしくお願いします。その時はぜひよろしくお願いします。どの筋の人ですか？クリスタル組です。かっこいいな。かっこいい。はい、ということで舞台出ますので、ぜひぜひチェックしてみてください。応援してもらえます。はい、そしてじゃあルジさん、絶対入れなかった。ルジさん、最後に、はい、あのいつものあれです。何？あの前回と同じく滑舌をやっていただいて、明日は晴れをやってください。え、今回難しいです。うん、覚えてくださいね。今日の生だら、なら生まながつをちょっと4、5巻目。それ無理です。もう覚えらんない。今日の生だら、ならまなが、生、え、今日の生だら、なら生まま。ちょっとお願いします。また来週。また来週。ずっと2人でやってた。